おばあさん食べた。あのさ、お前幕が上がる前からずっと待ってる俺の身になってみたってんだよ。たまげたぞお前。元気か。ありがとう。あ、今日はそういうわけでですよ。お前たち運がいい。ああ、お前今日5人出るだろか。ねえ、5人出てそれぞれその歌うんだけどよ。なんでその俺が一番若いんだから。もう後の出場者はひどいよ。まあ中には年金もらってらっしゃる方もいらっしゃる。たまらんだお前。ああ、ほんでさ、1曲目な、STV の方にも言われたんだよ。まあ幕が開いたら歌ってくださいよって言われたんだけどよ、お前ら緊張してるんだもん。それがお前、幕を通じてひひひと感じるっつうんだよ。バカだね、お前ら金払って緊張して。あ、なあ、全然お前、緊張することはないです。我々、フォークシンガーかな、今日は精一杯歌います。マイホームタウンコンサート。あ、それとお前、この厚生年金会館な、存続運動。ああ、すごいよな、お前。存続運動だぞ、お前。なあ、まあ俺はもうここ原点に歌ってきたからさ、この会館な、急にお前、それこそお前政府の、なあ、お役人たちの話し合いでさ、あそこに売ろう、ここに売ろうじゃお前たまらんからさ、ああ、一生懸命我々も運動させていただいたりなんかしてるわけですよ。チャリティーとか言ってよ、なあ、そんなに募金する必要はないと。今さら募金されても、夜景石に水。まあ、お前ら金出しても10っていうぐらい。今日はな、ほんとお前それぞれそのな、ああ、まあ、ここの存続運動もあるしよ。で、マイホームタウンだ。ふるさとについて、ふるさとってこっちはお前、メアカンのお前噴火で大変だっつうんだよ、お前。なあ、よくそんなにのんきに歌ってられますね、みたいな状況だろ、うちは今。なあ、たまらんぞ、お前。ほいで、今日はこの後な、その、自分が、本当に尊敬できるフォークシンガー、なあ、なぎらけんじさんなんかお前バラエティ番組では見てるけど歌なんか聞いたことないだろお前たちは。なあ、俺も今日初めてリハーサルで聞いたよ。歌ってた。素晴らしいぞお前。ほんで下田逸郎さん、なあ、もう下田さんは大好きだから俺彼のことをレコーディングしたりなんかしたね。ほんで久しぶりに会ったけどよ、相変わらずわけのわかんない人だった。でじゃあ一緒に歌ってみようって言うんだけどさ、あののっぺーとした歌い方もできないんだよ。これはもう下田さんすごいな。ああ、ほんでコーセス来てくれたべやん。大変だったらしいぞコーセス、お前。まあ彼は今大分だべ。おでお前子供の卒業式だとかさ、いろいろあったらしいんだよ。ああ、おで今日飛行機がストだとかうんやってたべや。それに巻き込まれてお前その昨日中に入ってきたりしてさ、偉いだろ。その辺が義理がたいよな。いやいや本当にもう人柄人柄なあ。それで西岡隆さん、お前ら西岡さん知らんべ。なあ、それは曲は聞いたことあるかもしれないけどよ、今日はなお前たちな目をつぶって聞いてた方がいい。もう西岡さんがなもしステージに出られてたぞ、ここまで歩いてきたらそれだけで立派。まして歌う歌うなんてお前無謀。けどリハーサルでみんな歌ったけどな、すごい本当に面白い。とにかくこれから始まるから最後まで上の人たちも後ろの人たちも楽しみにしてください。燃えるよ。
30周年おめでとう、ありがとう。なあ、いや本当に昔はもっと黄色い声だったのにな。えらいぞ。ねえ、さらにね、ああいうふうになちゃんと30周年ありがとうだとかおめでとうだとか作ってくれてよ。なあ、おめでとうといえばやっぱりあれだよな、ワールドベースボールクラシック王ジャパンが優勝したってのは本当におめでとうだな。もうあんなあれだろう、気分がすっきりしようだないよな。この間その王ジャパンが優勝するときよ、あれだべ、特に札幌がすごかったんだべ、視聴率が、あれ SCB だったんだよな、準決勝が HBC だったんだよな。俺たちも放送はもう HBC で終わりだろうと思ったらさ、韓国に勝っちゃったりなんかしてさ、ここで素晴らしかったよな。けどできればあれだよな、王さんにしてもイチローにしてもよ、やっぱり一言な、ここに韓国がキューバがこの金メダルを取っててもおかしくないぐらいの、まあ、世界大会でした、一言言いやな。いずれも韓国の反応もだいぶ違うんだぞお前。だそういう思いやりを大切にしてもらいたいもんな。俺のコンサートなんか思いやりだけのコンサートだぞお前。ほんでお前21日の日なあ、ちょうどみんなが知らないかもしれないプロゴルファーで深堀圭一郎っていうもんな、こいつがその TBS のアナウンサーだった新藤雅子ってやつと結婚式をやることになったんだ。だから21日その東京行ってよ、この前式の開始がよ、午前の11時半からで、ちょうどお前その試合とかぶるべや。俺たちはお前試合は始まっちゃうしよ、結婚式始まっちゃうしよ、参ったなと思ったらよ、新郎新婦の後ろによでっかいスクリーンがあったよ。いや本当によ、ここで流れたもん。そしたらよ、誰がスピーチしてもそんなの聞いてないもん。そりゃそうだべ、そりゃ結婚はおめでたいけどよ、みんなそのスクリーンの方目がいっちゃってお前。ああ俺で一番最初にお杉だよ、なスピーチがお杉からスタートだぞお前。長いことだよなこのせっかくの幸せなカップルがさ、俺も久しぶりに会ったよお前お杉に、あチャルーとかして寄ってきた時にはよ、俺は生き別れしたおばさんかなと思ったな。びっくらこいたぞお前、やっぱりおかまも老けるんだな。あと新婦がな、新藤雅子って TBS のアナウンサーだから菊池哲也さんが来てたな、ほんであと星野さん前、タイガースのな監督だな、それでな9回に入ってな、ほんで延々とその披露宴続いてたわけよ。で我々はその試合をずっとこう見てたしよ、
ほんでチューブの前だと俺がな、そのお祝いのその歌を歌うんだけどさ、もうそんな状況ないわけよ。ない。1点差にもなったりしてさ、おおとか言ってな。それでホテルのやつはホテルのやつだよ、すいません、あの次のカップルの方がな控えてるんで3時までには終わってもらいたいんですけど、ないいよってな。おいいよ、お前だ、俺たちはな、次のパーティーもずっとこうしていようよみたいな。まあ、ただ新郎新婦が変わるだけじゃないか。まあお祝いの歌なんかどこで歌ってもいいべやみたいなね。そしたら気遣ってさ、9回表な日本点数入れてたじゃんか。ああ、それでみんなその歌もなスピーチも聞かないしよ。でしょうがない、ちょうど星野さんがいるから、じゃあこの回は星野さんに解説をしていただきましょうとか言いながらな。豪華だろ俺たちは。お前星野さんの解説でお前見てたのぞ俺たち。でちょうど福留が出てきてさ、ああ、ここでそのそれあれだぞ、披露宴の司会者だぞ、それが、星野さんここはどういう解説でしょうかねとか言ってな。で福留は農家だからな、こういう時打ちますよとか言いながらな。そしたら本当に打ちやがってさ。まああいつは農家だな。いやもう食い付けでしたね、最高だったな。ああ、たまらんかったな。いやけど本当にいい、その、披露宴だったなと思いますけどね。まあもう、いや、思い出ったらその、WBC で優勝したなって、それしかないよ。それはそれでいいじゃんか。新曲を歌います。ありがとうございます。これは本当に、まだ、どこでも歌ったことがありません。オロオロというタイトルを聞いたらみんなも不安になりそうな。いやオロオロなんだ、本当にオロオロ。詩を聞いてもらえば分かるんだけど、うん、子供に対してお前を抱きしめる強く抱きしめる悲しみも苦しみもすべて抱きしめる何もできないからじっと抱きしめる悲しみや苦しみが通り過ぎるまでおろおろ泣きなさい、おろおろ泣きましょう、不運なことに人生は一度きりのものだから、抱きしめる今日も力もない、せめて抱きしめる、うろたえるばかりで情けないくらいさ、愛してる愛してる、だから
抱きしめる、おろおろ泣きなさい、おろおろ泣きましょう、そんなことに人生は一度きりのものだから、おろおろ泣きなさい、おろおろ泣きましょう、不運なことに人生は一度きりのものだから、曲を聴いていただいて、まあタイトルがタイトルだけにな、コミックソングだと思ったろ真面目な歌なんですよ。要はまあ我々もいい年になったけどよな、子供たちもなそこそこの年代になったけどよ、オロオロしましょうと、何も恥ずかしくないじゃないか、ああ子供を抱きしめてな、おろおろ泣けばいいだけじゃないか、他に我々何もできないんだから、変な話金もねえしよ、まあ許容もないしよ、もう私はもう道内では名門のアシロ高等学校だけどいやお前ら分かってても今日のゲストは知らないんだから、この間なそれこそWBC かワールドベースボールクラシックでさ行った連中なあ、もういっぱい仲間いるわな、で1月か松坂と会った時になあ、その私こう見えてもな、その自分でやれったらできないんだけど言うことはいくらでも言えるわけよ松坂お前この頃フォームがおかしいぞとかな、まあそしたらあいつも真面目ですが、真面目だからな、そうですかねとかな話に入ってくるわけだ、入ってきたらこっちのものよお前らな、なプロ野球ファンあってのプロ野球、綺麗事言うなよお前、ファンあってのプロ野球、じゃあお前らファンいなかったら野球しないのだ、バカだれこのだべ、綺麗事言うなっつんだよお前、野球好きだからやってんだろって、結果金もらったんだろって、ファンあってのプロ野球なんか絶対言うな、口にするな、自分あってのプロ野球だべよ、自分が素晴らしいプレーをしたらなお客さん見に来るんだべよ、なとんでもないプレーをしたらなお客さん来てくれるんだべって、それがプロなんだべ、そしたら客に媚び売りながらな、来てくださいね来てくださいねってな、ぜひ明日も見に来てくださいね、余計なこと言うなバカだれ、あ逆にヒーローインタビューで言えってんだ、明日も素晴らしいプレーをするからな、来たかったら来いなチケット買ってこい、当たり前だべ、じゃあ金にならなかったらお前野球やんないのか、人が見てなかったら野球やんないのか、逆に言えばな俺は言ってもいいよな、本当にお前たちはなありがたいさな、こんな寒い日もだぞな、鼻水をずるずるすすりながらこうやってな会館までたどり着いてさ、そして一体この人はいつ歌うんだろうみたいだなそんな思いを込めながらだぞけどな俺はみんなに言うけどさ、悪いけどな俺はこの地球でだぞたった一人になっても歌ってますああ俺が金になろうがなるまいが、評価されようが評価されまいが、私は歌います、この北海道で生まれたこと育ったこと、
まあ、そしてこの北海道の土に帰ること、それを私は一生歌います。誰が見てようがな、見てなかろうがさ、それは働くのが、まあ、生き続けるのが、それが人間だと思うもん。評価されようがされまいがよ、そしてその評価に応えられたらプロよ。だってそれがお前の仕事なのよ、それがお前の人生なの。札幌は今最新技術でいろいろ困っちゃうよな、新年でやられちゃ二級建築士がな出てきちゃってさ、絶対後ろに一級建築士がいると思うんだその人たち出てこないもんな、なかなかな。いいか偽装、まあ偽名団子、俺に言わせればな、お前らアマチュアだ、プロならこんなことしないな。プロだったら誰が見てようが見てまいが、評価されようがされまいが、きちっとやるのがプロなんだ。できればみんなもな、たった一回の人生だけどさ、男として女として、女のプロってちょっとあれだな、俺はアマチュアの方が好きだな。ねえ、ねえ、そういう意味じゃ楽だよお前ら、いい話してるんだから。けどな、今日の会場来てる連中もな、ラジオ聞いてるやつもさ、プロというのは一回のチャンスをものにする、絶対逃さない、それがプロなの。またその一回のチャンスで失敗したならば退場しなくてはならない。俺はいつもそういう気持ちでこういうステージに立たせていただいてるよ。今日はな、5人の個性のある、あるっていうか強い、次に出てこられる方なんか本当に個性がギターを弾いてるんではないかと思うぐらい、そんなフォークスイングの歌を聴いていただければ嬉しいなと思います。ぜひ最後まで楽しんで聴いてやってください。人がいる、あなたがあなたであるように、私は私でいたいだけ、そして今を生きる、だから今を悲しみが頬を伝うなら、私は涙を拭わない。例えば誰かを憎んでも、
私は心を憎まない、欲望と夢の狭間から平和が手招きしているよ。愛で救われる世界なら、世界は私を救えない。そして今を生きる、だから今を生きる。命をかけても守りたい、誇れるものなど何もない。正しいものならここにある。私は私を拒めない。正直者さえバカを見る。不器用者なら地獄見る。死んでいくことが定めなら、私は定めに背を向ける。そして今を生きる、だから流すなら、私は明日を求めない。暗闇が続くこの世なら、私はこの世を認めない。いただきました。たっぷりじゃないよってたっぷりじゃないよって今ツッコミがすぐ入ってきそうですが、もうちょっと歌ってよっていうね、方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まだスタートして30分少々しか経ってないんですけれども、この後まだ続々と歌のゲストの方がステージに登場していらっしゃいます。そして今日はこのステージでしか見ることができない、ラジオを通してしか聞くことができないという夢の共演もたくさんご予定しておりますので、どうぞ楽しみに最後までお付き合いください。それでは改めましてご紹介しましょう。松山千春さんです。大きな拍手でお迎えください。もう大変なのか今日お前、ずっと司会だべ。もうしかもお前さ、出てくるのがもう本当に年上ばっかりだからさしかも今回男ばっかりなんだよ。いや紅一点だと思う。全く一点ありがとうございます。いや本当だ。そういう意味ではですね、室田今回はその初めてな、こういうその番組、普段STBかなんかでニュース読んだりなんかしてんだけど、それとまた違ったな。室田もな、
経験してもらえて、はい、ありがとうございます。これ独身ですから。ありがとうございます。こんなところで言わなくてもいいじゃないですか。いやいやいや、大丈夫です。上から見ててもちゃんと化粧のノリは分かる。私もあの結婚式の時には大きなスクリーンをバックにご用意して、大々的なイベントがある時に、千春さんをご招待したいと思います。もうその時は前田と一緒に歌いますから、私が任せてください。今日は最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いては松山千春さんが心から尊敬してやまないという憧れの先輩のお一人でもあります、下田哲郎さんのステージ、お楽しみください。しばらく話はいらないでしょう。松山千春はこの踊り子を歌った時もこのくらい大きなホールでしたけど、一番上から見てたんだけど、まあ無理だろうなと思いながら聞いたんだけど、あ、こういう踊り子もあるんだとすっかり思ってあげました、この歌は。今ちょっと借りて歌ってみました。宮崎で生まれて2歳の時に東京に出てきてるから一人じゃないけど、当時まだ蒸気機関車でね、フェリーで蒸気機関車28時間かかったんだよね。それ体では覚えてるんだけどね、
まあちょっと揺れてるからね。だからふるさと知らないんだよね。覚えてないんだよね。だからふるさと探しは随分しました。どこかに私のふるさとがあるのではないかと思って、エジプトにもあったし、種子島にもあったし、ニーカップにもありました。ふるさとっていうのは初めて来た感じがしない場所とかね、初めて会ったのにこいつ知ってるなって思うところにあるんだよね。自然とまみれてるって言った人がいたけどね、人間がね、ニーカップもそうだ、多分アショロもそうだと思う。つながってんだよね、自然と。まみれてるんだよね、人間。だから千原なんかあんなに町に町に、社会に社会に出たがるんだよね。なんか夢だよね。自然とまみれてないところに近いけどね。俺なんか自然にまみれて逆方向だよね、だからね。で、まあ、外に向かって社会的に夢を追っかける人はどうしても野心家に見られてしまうね。野望があるようにね。しょうがないね。俺なんか自分の中に歌を作ろうと思っていくからどうしても一人ぽっちになるね。しょうがないね。でも千春も一人ぽっちだし、俺にも野心があったりするんだよね。野心をなくそうっていう野心があったりするんだよね。それが一番の野心だよと言ったやつがいるけど、責任取ってね。
さえいれば細い路地を抜けてやっと今気づく感じる力だけはなくさずにいたといくつかは見落としたけれど愛の奇跡は途絶えず生まれるもうすぐ友達に会えるその角あなたで曲がれば坂の途中だいぶ舞い上がり下り坂でしゃがみ閉じていた心少しだけ開けた窓に風誘ってくれて本当にありがとうもうすぐ友達に会えるその角あなたで曲がればもうすぐ恋人に会えるあなたがあなたでさえいればチュアルみたいやな。さっきもチュアルもちょっと言ってましたけども、私も初めてリハーサルで歌声を聞いたんですが、もう何十年か前に一回会っただけで、久しぶりに会った人ですけども、彼のふるさとは東京です。東京の葛飾です。東京にいて東京に住んでる人って結構少ないんだけど、東京ローカルの人です。声が天使になったカエルみたいで、ね、柔らかくてねいいよ。それじゃあ紹介します。誰だっけ。紹介します。なぎら圭一です。ただいまご紹介に預かりました天使に会ったカエルです。朝の屋の中に人こだまする奇跡の目答えはいつも一つ、いつもこだまは一つだけ。子供らは泣きじゃく、腹は少し泣きじゃく。私にできるのはただ泣き疲れ寝るのを待つだけ。お願いだ聞いておくれ、
街に住むお偉い方、この子は泣かないよ、幸福の祈りを聞いてよ。北海道は何回も来てましてね、まあ、来るたびに様子がちょっと変わっていくんで、まあ、昔と変わっていくんで残念だななんてことを思いますけどもですね、まあ、よくないのがいろいろありまして、日本というのはどうですか、新幹線もよくないですよ。駅はどこ行っても同じだしね、どこにいるのか自分を見失ってしまう、今広島にいるのかそれとも仙台にいるのか分からなくなっちゃうというような状態ですね。それから、まあ、こういうコンサートとよく一緒になったのが高田渉さんですけども、もう4月になりますと、ね、去年の4月に北海道で倒れて結局1週間目を開けることなく行ってしまいましたけども、4月16日に亡くなってもう間もなく1年ですよ、4月16日、私の誕生日です。なんでその日を選んだか分かりませんけど、きっと私が渚さんおめでとうございますなんてそんなケーキを回してですね、ちょっとろうそくをパッと消してくださいよなんていう時にボーンと渡るの顔が浮かぶようにという、そういう最後の皮肉じゃなかろうかななんて思ってますけども、で次の歌は、まあいつでもそういう、ね、いつまでもそういう人と一緒じゃないという、先ほどの千原さんのなんか歌にもありましたけどもね、これは男女の歌ではございません。もうちょっと大きな愛する人という意味で日輪と書いて日縄と読みます。どんなに愛する人であってもいずれは別れる時が来るんだろう。大きな愛ならなおさら切なく心が張り裂け、夜が辛い長い、でもあなたを「ことを誇りに思いたい」
あなたに愛されたこと自慢したい。別れが来るならずっと昔のあなたと知り合う前に戻りたいよ。別れが来るならこの世の果てまであなたをここから消してしまいちゃいよ。写真で残しませんか？セイコーマートならタッチパネルの簡単操作でお店からその場で現像所へ。思い出が長く色鮮やかな写真に仕上がります。